茨城情報バラエティ週刊イバスタ、6月の MC 水炭水耕さんからバトンタッチ受けました。私7月担当の MC 牛久が大好き、地域は一つの大きな家族がモットーのチャンミョです。どうぞよろしくお願いいたします。こちらの週刊イバストは週に一度水曜日の更新です。茨城に関する情報盛りだくさんで30分にギュギュギュと凝縮してお届けしてまいります。たっぷりとお届けしていきますので、皆さん最後までぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います。7月は水炭水耕さんの時とは違いまして、私メイン MC のほかにもう一人ゲスト MC をお迎えしてお届けしていきたいと思います。今回のゲスト MC ご紹介いたしましょう。小杉美香ちゃんです。よろしくお願いします。はい、登場していただきました、はい、茨城県の桜川市出身、はい、タレントでありミュージシャンでもあります小杉美香ちゃんです。はい、はい、よろしくお願いしま す。ちなみに小杉美香ちゃんは、はい、このイバキラ TV 見てる皆さんもきっと聞いたことがあるあの曲を歌っているんですね、皆さん。はい、こちらの CD になってますけど、発売中なんですけれども、うん、イバキラ TV さんには本当にたくさんお世話になっておりまして、うん、たくさん流していただいてたのでね、皆さんもぜひ聴いてください、はい、絶賛発売中でございますので、はい、皆さんぜひチェックしてください、はい、黒ウェアでね、はい、検索すれば出てきますのでよろしくお願いいたします。まあ、さてね、その私たちなんですけれども、はい、あの茨城県の牛久市でインターネットテレビ番組チャンミョ TV を平日毎日お届けしておりまして、はい、2年間私チャンミョとミカチュウで番組を、コンビを組んで、やっておりまして、水炭水耕さんのようにね、ちょっと面白い展開をね、ちょっと残念ながらの皆さんに本当最初にごめんなさいしておきます。あんな面白いことできませんハードルが結構高かったのでね、まあ、私たちらしくね楽しく進めていきたらいいなと思います、と思ってますので、フレッシュに、そう、女子ですから、女子ですからね、フレッシュね、女子らしさはないですけど女子ですからフレッシュにお届けしていきたいと思います。もう茨城愛をね、そこはね水炭水耕さんには負けないので、でそんな水炭水耕さんから、うん、今日チャンミョさんにね、うん、バトンが渡されたということで、はい、アドバイスありますかっていう形でちょっと聞いたんですよ、ガチなアドバイス、うん、クロちゃんからですね、はい、チャンミョさん、うん、原稿を読むとき A は NG で、はい、行きましょう、 A は NG で、はい、A っていう言葉を使わずに言ってくださいと、わ、はい、かりました。結構ね癖で言っちゃいますからね、チャミオさんも、ね、A って、はいとかね、そう、はい、本当にとか、ね、そう、ね、そこをね多分放送を見て A って言ってたらクロちゃんからちょっとお叱りが来ます。ツイッターお願いします。はい、なんかわりかし普通の。もっと来ました、もっと来ると思ってました、なんかずしんとなんか来るかと思ったんですけどちょっとありがとうございます先輩すいません、一生懸命お届けしていきたいと思いますので、はい、じゃあ頑張っていきましょう。30分参りましょうね、はい、それでは30分間よろしくお願いいたします。最初にお届けするこのコーナーでは、イバキラ TV スタッフが取材してきた茨城県に関するニュースをご紹介していきたいと思います。一つ目は龍ヶ崎第二高等学校創立100周年を前にという映像です。それではどうぞ。6月19日茨城県立龍ヶ崎第二高等学校で今年度の創立100周年式典へ向けて生徒による草花プランター作成が行われました。昨年度より草花の栽培を始めましたが、今回は式典会場の玄関前に飾るプランターとして石岡第一高等学校の園芸科の先生、生徒さんに直接教えてもらいながら作成しました。不動のかけすぎには注意をしてください。体験してみてすごい楽しくて、今まではやったことなかったんですけど、家でもこういうプランターを作成したりとかをやってみたいって思えるようになりました。今までは学校の中だけの体験だったんです。体験とか他学年との交流だけしかなかったんですけど、今回体験できて他の学校の人の考え方も知れてすごいいい体験になったと思います。100周年の卒業生としてとても誇らしいことだと思いますし、100周年の卒業生としてもっと後輩にももっと伝統を引き継いでいけたらいいと思います。自分たちで学校で学んだことを人に教えるのが大変だなと思いました。結構楽しくやれているので、とってもいい経験になったと思います。龍ヶ崎第二高等学校は
大正5年に創立して、本年度で100周年を迎えます。式典やそれから講演会とは別に、生徒が企画した授業がいくつかありまして、そのうちの一つとして、会場の龍ヶ崎市文化会館に飾るプランター作りを生徒で企画いたしました。今回石岡一高の園芸科の先生と生徒さんにご指導を受けまして、同じ高校生がそれぞれ学んでいることを活用して交流していこうということで、プランター作りの種まきをご指導いただくことになりました。他にもですね、家政科がありますので、家政科の生徒が校歌の歌詞を作ったタペストリーの作成や、それぞれの場所で生徒が100周年を祝い共に成長していくという企画で、準備をして進めております。卒業生が、100年を超えておりますので2万1000人ということで、大変たくさんの卒業生を輩出している学校であります。例えば、制服の復元やあるいは記念誌の編集といったことで、多くの、諸先輩方に、ご足労いただいて式典を進めていこうと準備しております。生徒の皆さんが種をまいた草花、100周年の式典当日を色鮮やかに彩るのが楽しみですね。100年すごいですね。歴史ありますよね。龍ヶ崎第二高校といったら、うん、牛久のお隣ですけど。そうです。まあ、ちなみに何か思い出ありますか？私は龍ヶ崎第一高等学校で、はい、お隣の高校だったんですけども、うんうん、あのね、龍ヶ崎二高はね、うん、可愛い子が多かった。そういう思い出なんですね。特にね、制服がすっごい可愛くて、うん、でも制服大事ですよね、高校。憧れたんですよ。だからもう100年の伝統を引き継いでってさっき言ってたけど、もう可愛い子がそのままね引き継いでいけたらいいんじゃないのかなと思っててどんな制服だったんですか？龍ヶ崎二高は、うん、セーラー服が超可愛くて。やっぱりセーラー服が、そう、やっぱ高校生っていいよ ね、 憧れですよね。なんかブレザー、うん、セーラー服って着て、はい、でなぜかジャンパースカート龍ヶ崎二高。ジャンパースカート、あの、ね、まあ、頭いいイメージがすごい出ますけどね。ゴキブリって呼ばれてる。なんでですか、それちょっとダメですよ。いやなんか、ね、今着てる子たちがいるんですから。そこはでもね、丸襟ですっごい可愛い、ボレロとか着てて、うん、なんかお嬢様系じゃないですか。そうそうそう、うん、だから、ね、着てる私たち的には可愛、うん、い、清楚な素敵な制服だなと思ってたんだけど、うん、そんなことなくて、うん、でもやっぱりセーラー服、うん、セーラー服がいい、うん、ミカチュウは。私もブレザーだったんですけど、うん、やっぱりセーラー服の高校はもう憧れましたね。あれでしょ、セーラー服にルーズソックス。そのね、ルーズソックスが時代が違うんですよ、まずちょっとね、そこ一緒にしないでほしい。私たちの時代はルーズソックスもうなかったです。ないの？ないか、履いてた子は一切いなかった。コンソ、ね、そうやってね。いやでもちょっと訂正してもいい、うん、何、高校2年生になったら今度ハイソックス入り出します変わっていこう、ちょうどじゃあ両方だ。でもね、ルーズソックスは水戸発祥ですから、茨城はね。そうなの？知らないんですか？知らない。あら、ダメですよ、茨城県人として。すいませんでした。そうだからね、そこはねもうそこはなんか引き継いでほしいですよね。うん、いやでも伝統を引き継いで。でも石岡のね、あの男の子も、うん、ね、こう龍ヶ崎にこの可愛い子たちと交流できてよかったじゃないですかね、はい、というすごい素敵なニュースをお届けいたしました、はい。続いては私がご紹介していきたいと思います、はい。クリーンアップ大洗のニュースでございますね。ご紹介していきましょう。町民挙げてのクリーン作戦、町内あるいは町外からも多くの皆さん方にこの、ご協力いただいておりまして、心から敬意と感謝を申し上げる次第であります。いい塩梅にこのお天気も良くなってですね、日が差してまいりましたので、熱中症などに気をつけながら今日の早朝に頑張っていただきたいと6月28日の日曜日、大洗町では多くの観光客を迎える海水浴シーズンを前に、一斉清掃2015クリーンアップ大洗が実施されました。早朝にもかかわらず、小中学校や町内外の各種事業所などおよそ5000人の方が大洗町をきれいにしようと参加しました。もともとガルパンが契機で大洗に来まして、で頻繁に来るようになって、こういうのがあるっていうのを知りまして、ぜひ日頃お世話になっている大洗の方に貢献したいと思いまして、今日参加します。非常に天気も良くて今日は気持ちよく、はい、掃除させてもらってます。すごいいいことだと思います、はい。
こうやって大洗の綺麗な海を大洗町民全員が作ってくれていること大変素晴らしいと思っています。皆さんが海に、ね、綺麗な海に遊びに来てくれることを大変楽しみにしていますので、この夏よろしくお願いします。大洗の地元の方がとても協力的で、みんなで海を綺麗にしようという意識がすごく高くて、たくさんの方に大洗に来ていただけたらなと思っております。大洗はリゾート観光の街、観光立地を目指して、全町をですねおいでいただいた皆さん方に綺麗な爽やかな環境の下で、お迎えできるようにしようというようなことで、この町民挙げての展開を毎年やってるわけですね。昨年は 7,8 割ぐらいまで回復はしてるんですね。しかしながらまだ十分と言えない。今年はなんとか、震災前の姿まで持っていきたいというような思いで取り組みをしている。昨年も同じように花火の日にはですね、日本丸が大洗の花火クルーズとして横浜の方からお客さんを乗せてここへ入港します。いろいろなその催しを入れながら多くの皆さん方にこの夏を楽しんでいただく、そういうところに力を入れて、大いにその震災前の賑わいを取り戻していきたい。5000人ですよ。5000人ってすごいですね。すごい、本当いろんな方が集まっているっていうふうにもね、紹介されてましたけれども、いや、ミカチュって清掃活動とかああいった形でやったことってあるの？しますよ。したある？いや、牛久でね、一緒に、すみません、自分の宣伝になっちゃいますけども、私も牛久で、牛クリーン作戦という活動をやらせていただいてるんですけれども、そういった活動する中でやっぱり思うことがあって、今回の大洗の活動もそうですけど、年配の方ももちろん参加されてますけど、若い方、比較的若い方、先ほどもインタビュー受けてた方もね、子供たちもそうだし、若い男の子もそうだし、いろんな幅広い世代の方が参加されてっていうのはすごくいいことだと思うし、一番大切なのって、それを継続することだと思うんですよね。だから本当に素敵な活動だから、毎回毎回今度5000人またさらに7000人、1万人という形でどんどん、そういう活動をすることでその土地を好きにもなりますね。聞いた話によると、ガルパンが好きな、県外からの方も参加されてるっていうことだから、すごいですよね。でもやっぱりそうやってね、地域に貢献したいと思う方が地元じゃなくてもいるっていうのも、それも素晴らしいことですし、誇れることですよね。ということで2つ目のニュースをお届けしました。では続いての、ニュースご紹介いたしましょう。今日7月1日常磐自動車道下り守谷サービスエリアに新しい商業施設パサール守谷がオープンしました。憩いの森をコンセプトに整備された施設内には高速道路初出店の9店舗を含む17店舗が出店。東京環状7号線に本店を構える世田谷では、魚だし醤油味の世田谷ラーメン、1932年創業、上野の老舗食肉卸問屋が直営する肉の大山では、近江牛を使ったメンチカツやコロッケ、一流パン職人木村修一郎さんプロデュースパン・オ・トラディショネルでは、フランスパンだけに使われている手法を応用したパンの数々を、東京の名店の味を気軽に楽しむことができます。パサール守谷下り線につきましては、憩いの森をコンセプトとして、デザインをさせていただきました。お客様にですね、これから始まる長い、ドライブのですね、疲れを癒していただけるような場所になることを目指しまして、建物をデザインしているところでございます。全部で17の店舗が入っております。お食事ですとか、テイクアウトフードですとか、バラエティ豊かにご用意させていただきました。主にですね、東京のお店が中心になっておりまして、東京のお店が、茨城スペシャルといいますか、茨城県向け、あるいは守谷向けにですね、メニューをアレンジいたしまして、展開をしております。こちらのサービスエリアでは、プライベートのお客様、これから旅に出かけるようなお客様のお客様にですね、ゆっくりくつろいでいただいてですね、引き続き安全運転をしていただけるような、そんな空間になればというふうに思っております。やっとオープンしましたね。やっとオープンしたし、やっと言えた。パンオートラディショナル全然言えないなと思いながら、大変でしたね。台までもパンオートラディショナル、
いやでも本当にみんな待望だったと思うんですよ、うん、そうなんですよ。もう工事してるところは多分ね、皆さん高速使ってる方はずっと見てたと思うし、ホタテ小屋の方でこうね、仮設のねジュース買ったりとかして、うん、キティちゃんの自動販売機で、うん、まだかなまだかなと思いながらいつもいたんですけどね。上りはね、もう早くにオープンしてて、うん、いかがいました？私ね、あんまりこう利用してないわけではないんですけど、うん、スターバックスコーヒーに行ってるのは行ってる。どこにもあります。でも高速でなぜかこう美味しいコーヒーみたいなと思っちゃって、まあ、で使用利用する、すごく上りの守谷のサービスエリアの方はオープンしてから新しくなってからすごい行くんですけど、うん、すごい綺麗だし、うん、いいですよ。でも、まあ、今も映像もすごい綺麗、ね、うん、だからもう下りもやっとオープンしてね、うん、すごい楽しみなんですけど、ね、でも私ちょっといいあのね、うん、紹介している中で、うん、東京の名店の味を気軽に楽しむことができますって紹介したんだけど、うん、もうちょっとここ茨城をしてほしかったなって個人的にね。そうですよね。なんで茨城の入り口ですもんね。そう、うん、東京の名店なんですか。結構ね東京の有名なね、うん、店舗が入られるってことで、うん、でもそれ私もすごい思ったんですけど、そのサービスエリア、うんうん、守谷に入られる店舗、うんうんうん、ちゃんと地元の食材を使ったメニューも守谷のサービスエリア限定でメニューは開発されていて販売もされてるんですよ。で一つ気になったのがその先ほど紹介した世田谷さんとかあと梅納豆ワンタン麺とかあるんですって。ちょっと想像つかないけど梅と納豆とワンタン麺ちょっと美味しそうじゃない。でも美味しそうだと思いますよ。美味しそうだよね、うん、これいいんじゃない。いいと思う。ちょっと今ちょっと許せたというか上からでもそれだけ上から食べるんだけど、全国の皆さんが知ってる店舗が茨城の食材で茨城限定のメニューを作ってくれるっていうのはそれだったらいいの。いやなんかそれでもう東京ですブイブイみたいな、なんか新しいところは東京みたいな。そうなんか、うん、せっかくいや東京から守谷来ました、うん、はい、これなんか東京みたいな、茨城どこ、うん、みたいな。お土産屋さんでは本当に茨城の食材というかお菓子とかね、うん、有名なお土産もたくさん並んでるのでね、うん、そこはね、そこは許しましょうっていうのもおかしいですけど、やばいやばい。そこはじゃあ東京の名店を気軽に楽しんで、はい、もう行ってください。行ってみてください。そうですね、うん、もう早速まず登ってから下ってみたいな。登って見て下りも見てみたいな。そうだね、うん、見比べてみたら全然違うかもしれない。そうですね、だからもう県外の方も茨城にね、うん、来やすくなって守谷でいろいろねしてもらえるのが一番いいですね、はい、なので皆さんもぜひご利用いただきたいと思います、はい、ということで以上ですね、ニュースをお届けいたしました。はい、はいはい、それでは続いてのコーナー、今週のワンコーナー、冷やし中華始めましょうか、茨城クイズ。ね、ただちょっとなんかこのタイトルコールにね、うんうん、問題があるのは昭和っぽいよねこれね、昭和がね、ね、プロデューサーさんのなんか趣味がね、あ、そういう感じなんですね、現れてるんじゃないかなと思いますけど、うん、出てきましたね。ね、はい、このコーナーはね、はい、クイズなんです。私が出題します、はい、シャミオが出題します、はい、そしてミカチュウが回答します。私が回答をする。そう、 OK です。で3問、正解すれば美味しい冷やし中華、美味しい冷やし中華、はい、でそれ以下だと、うん、おかしい冷やし中華、おかしい冷やし中華になって出てくる。おかしい冷やし中華、おかしい冷やし、美味しいかおかしいかね、もうどういうことだろう。おかしいんだよ。おかしいんだ。また楽勝だと思います。茨城大好きですから、もうそこは本当本当本当、うん、じゃあ楽勝楽勝、美味しいもん食べるから後で後悔しないようにね。はい、はい、頑張ります。スタートしていきますか。はい、じゃあ問題参りましょう、うん、じゃあ私が問題読んでいきますね。はい、いきます。牛久カッパ祭りのメインイベントとして延べ1万人以上の踊り手が参加するカッパ林踊りパレード、踊り手たちの林言葉は何でしょうと。簡単、いきます。林言葉ってなんだ。1だっぺだっぺ、2やっぺやっぺ、3かっぺかっぺ、4かっぱかっぱ。簡単、皆さんもシンキングタイム。これね、うんうん、わかんなかったらね、ちゃんみおさんにね、怒られますよ。発動しますね、ごめんなさい。これ本当に、縁を切られる、うん、そこまではしないけど、ね、これ楽勝ですよ。でもちょっと楽勝、いくらゆかりのない牛久で2年間、ね、レギュラーやったからにはもう寂しいこと言わないで。そうゆかりがなかったんだから その時は絶対わかんなかったけど、うん、もう2年間牛久通いましたから、これは楽勝です。はい、じゃあ、はい、ミカチュー、答えは決まりましたか。はい、決まりました。はい、じゃあ何番でしょうか。2番のやっぺやっぺです。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー感じたけど、てってるー、イエーイ、ピンポーン。これは間違わないよ。
やっぺやっぺでございますよ。やっぺやっぺですよ。はい、牛久かっぱ祭り、そうよ。このね、こちら1981年、はい、昭和56年から始まりました、うん、まあ、牛久市内最大のお祭りでございます、うん、毎年ですね、7月の、最終の土日に開催されている、はい、まあ、夏の風物詩となっております、うん、素敵な問題が一番上から出ましたね。いいですね。はい、こちら祭りのメインであります、うん、かっぱ林踊りパレード、あの2日間で1万人以上の、すごいですよね、本当に人が、本当にその踊りの方がね、うん、あの林の言葉やっぱやっぱと、やっぱやっぱ共にそう花水木通りを練り歩きますので、うん、皆さんもぜひ7月25、26日開催されますので、はい、足を運びいただきたいと思います、はい、いや大正解、もうそりゃ私2年続けてステージで歌わせていただいてますから。そうだね、そうね、はい、なんで皆さんもぜひですね、はい、遊びに来てください。はい、ということで、じゃあ続いての問題参りましょう、はい、続いての問題は、一般的に霞ヶ浦というと西浦を指すことが多いのですが、本来霞ヶ浦に含まれる3つの湖のうち、西浦、北浦ではない一番南に位置する湖は何という、と、何という、ということなんで、こちらあの先ほどみたいに選択肢は、あ、地図が出てますね、ないんでしょうね、え、選択肢ありません。本当にちょっと待って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 、あのね、いやでも多分これ問題にしてるってことはそんな簡単なね、誰もが分かるあの流れではないってことですよね。いや逆、逆ついてるね。え、どうしようこれもう珍回答出るんじゃないかな。え、じゃあ私もう素直にもうボケとかしないでいきますよ、うん、はい、いやいいよ。東浦、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、まあ、西と来て北と来たら東であると。正解は違うんだ。×答えですね、全然違うじゃん。外なさか、外なさか裏、外なさか裏、外なさか裏。いやこれ絶対当たんないですよ。初めて聞きました、ね、絶対わかんないですよね。初めて聞きました。ごめんなさい、すいません。これ結構一般的なのかな。え、見てる皆さん正解しました。まあね、その付近にお住まいの方とかはなんでわかんないんだって、うん、ね、多分ね、思ってるし、ね、なんだあの2人はっていう感じですけどね。あ、そうか。じゃあ続いての問題参りましょう、はい、続いての問題どうぞ、茨城県内にある牛久市の姉妹都市は何市でしょうと。あ、基本ですねこれね、1、常陸大宮市、2、常陸太田市、3、常陸市、4、北茨城市。これもうこれね簡単すぎて絞ってますよ、絞られてるけど、うん、これは、うん、ちょっと待ってください。これどっちだろう、うん、どっちだろう。どこにまで絞られたの。え、もう、うん、2つですよね、1番か2番ですよ、うん、うん、そう、やめてそういうの。え、ちょっと待ってください、うん、あ、じゃあ決まりました。おい、2番の常陸太田。正解は、はい、常陸太田です。おめでとうございます。はい、常陸太田市、そうなんですよ。牛久市はカナダのホワイトホース市、そしてオーストラリアオレンジ市、うん、茨城県常陸太田市と姉妹都市を提携しております、うん、さらに宮城県上郡鹿間町と、親善友好都市を提携していて、今さまざまな交流事業を行っています。すごいですね。ちなみにね、あのイタリアのグレベリンカンティ市とも友好都市に住んでおりますので、ね、まあ、いろんなところとね、牛久素晴らしいですね。素晴らしいですいや、いいですね。いや、3分のいや、これ来ましたよ。すいません、ボケも何もなくて分かっちゃって、ね、うん、何なんですかね、はい、最後の問題参りましょう、はい、東京マラソン、大阪マラソンに次いで日本第3位の参加者数にもなったことがあります茨城県、最大、茨城県内最大のマラソン大会は一体何でしょうか、と。4つございますよ、霞ヶ浦マラソン、勝田全国マラソン、筑波マラソン、日立桜ロードレース、 ロードレースもマラソンに入るんだ。あそこ引っ掛け、はい、え、でも、はい、勝田だって全国ついてますよ、はい、全国。チャミオさんは自信あります？私ね、うん、ごめんなさい、自信ないです本当ですか？ただね、私たち県南だから、うん、筑波マラソンはイメージもちろんありますけど、霞ヶ浦マラソンも大きいイメージがすごいあります、うん、ね、あの茨城弁の、 あの茨城キングさんがね、よく俳句やってますからね、うんうんうん、わかんない、どっちだろう、はい、よし、じゃあ、うん、決まりました、うん、3番の筑波マラソンで。
ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。それで美味しい冷やし中華かおかしい冷やし中華か決まります。正解、どっち。あーねー、はい、正解は1番、霞ヶ浦マラソンでございます。霞ヶ浦マラソン、1991年平成3年にですね、はい、土浦市、施行50周年を記念して第1回大会を開催したということなんです、はい、で霞ヶ浦マラソンは全国の市民マラソン大会の中で東京マラソン、うん、大阪マラソンについて第3位の参加人数になったこともありますと。でも確かに大きいイメージはあったけど、そんなに3位とか。すごいね、全国3位って相当だよ。相当ですよ。だっていろんなところでやってますもん。東京大阪の次が茨城県がすごいってことだったね。うわすごい、やっぱ茨城県すごいんですよ。あ、なんか別に どこが1位とか3位とか関係なく、茨城県で3位になったことが嬉しい。そう、そうですね。はい、これあれですか、おかしい方になっちゃうんですか。もう、いやそれはもうしょうがないですね。もう決まり、約束ルールですから、最初にあのご説明したルールですから。はい、やってきました。どうですかこのもうね、おかしいな冷やし中華。置かれた時のおかしいな冷やし中華、テンションがすごい下がった。まあ見た目はね、これだけで見たらもちろんね、うん、美味しそうなものがたくさん並んでますよ。そりゃね、女の子大好きなお菓子から、うん、フルーツから、うん、ね、ちょっとあのお酒に合いそうな先いかかな、うん、これ、ね、とかいろいろありますけど、いいね、これを、うん、これですよね。そうです、冷やし中華ですよね。冷やし中華です。これだけじゃダメなんですよね、食べちゃう、うんうん、あーもういい香り、羨ましい。ムカチュウムカついてきた。え、じゃあ行きますよ、うん、食べますよ、うんうん、絶対美味しくないもん。行きます、うん、いただきます。うん、まずい。普通だね。まずい。まずいんだ。まずい。そうなんだ、やっぱ冷やし中華って美味しいよね。いただきます。まずい。うん、やっぱね、暑い夏にはこういう冷やし中華みたいにね、スッと食べれるものがいいよね。もう本当にやっぱりね、美味しい。ちょっとオレンジ、オレンジなら美味しいかもしれない、うん、オレンジならいけるかもしれない、うん、っていうか麺がこれつかめないよね、この感じね、絡まらないよね、うんうん、いいね、いいね、うん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 、うん、オレンジ強烈ですね。ほんと？あ、具体的にどういう味なの？なんかキウイは、うん、あのつぶつぶのね、あの、うん、食感があるから、うん、確かにキウイに近い、うんうんうん、キュウリに近い、うん、シャキシャキ感、すくいようがあるんだね。すくいようがある、うんうん、でもオレンジのあの果汁のフレッシュさがこのめんつゆが打ち消していて、うんうん、なんかまずい、うん、バナナね、うん、バナナいいじゃん、バナナ、バナナは、うん、まあ何にでも合いますよね、バナナってね。そうだね、うん、あの夜景だし、食材とか結構ね、そう、普通の料理も入ってますからね、うん、うん、うん、バナナ一番まずい。バナナが一番強烈だった、うん、あのね、一口目がまずいの。ちょっとあのさ、ちょっと違いますよね。え、すみません、偉い人呼んでください。やっぱりね、あの、うん、メイン MC、7月、水炭水耕さんからバトンを受けました。最初が大事です。リアクションお願いします。リアクションね。おすすめは、おすすめは、うん、バナナ。どうしよう、バナナ。じゃあミカチュウが言うんだったら、うん、バナナ食べちゃうかな。バナナ美味しい。あ、嬉しい。あ、すごいね。皮ムーチョとかついてる。美味しそう。ね、紅生姜みたい。ね。嬉しい。これね、香りがもうね、フルーツなんですよ。うん、そう。そばがないの。そう。すごいフレッシュな匂いがするの。フレッシュだね。なんかまるで南国湯みたい。口に含む瞬間もすっごいね、うん、フレッシュ。で、あ、いい感じに絡まった、バナナと麺が。いただきます。じゃあ早速冷やし中華始めましょうか。なぜか私が食べてみましょうか。いただきます、はい、あのね、うん、どうですか、交わり合わないんだよね。そう、あのね、本当にでもね、
すごいまずいってふやっていうわけじゃなくて、うん、ねちょねちょと本当にね、美味しくない、うん、でもね、うん、いや、そのまんま食べないのそのまんま食べないのそのまんまダメ、うん、まあ、本当に美味しくいただいちゃいます。いや、美味しくない、うん、美味しくない読んであげてフルーツは体にいいのです、誰も傷ついてない、イエイ。ということで、お後がよろしいようで、以上、今週のワンコーナーでした。いやー、美味しかったね、まずい、うん、はい、続いては茨城県内各地で開催されているイベント情報をご紹介いたします。一つ目です。農家で過ごそう第2弾、ぶどうの袋かけと農家レストランで収穫体験。おいしいぶどうを作るために必要なぶどうの袋かけを体験してみよう。袋かけの後は市内にある農家レストランどんぐり亭でじゃがいもやとうもろこしの収穫も体験できます。昼食にはどんぐり亭で石窯焼きのピザ作りや手打ちそばを堪能できます。事前申し込み制で先着順の定員15名となっておりますので、ご予約はお早めに。続いてです。ララガーデンつくばフリーマーケット。ララガーデンつくばは約70店のショップや飲食施設が集まる大型ショッピングモール。このフリーマーケットはララガーデンつくばの名物イベントになっていますので、毎回多くの来場者が訪れ大変にぎわいます。こちらの会場は車ごと出店が可能ですので、面倒な荷物の運搬をする必要がなく快適にご出店いただけます。入場は無料、出店には事前予約参加費が必要とのことです。出店ブースには限りがありますので、ご希望の方はお早めにご予約お願いします。続いて最後です。パラセーリング。パラセーリングはパラシュートをボートなどで引っ張って風を生み出し、その風を利用して上空に上がるウォーターレジャーの一つです。ウォーターレジャーといっても水に濡れることはなく、水着やウエットスーツに着替える必要がないので、誰でも手軽に大空の旅を楽しむことができます。最大で70メートルの高さまで上がることができるので、霞ヶ浦から行方市を一望できるということで人気のレジャーとなっています。それではここで一旦お知らせをご覧ください。8月1日土曜日のミライフェスタほのぼの音楽隊ステージ、ダンサー&合唱パフォーマー参加者募集。参加しなきゃ始まらない、つくばみらい市商工会主催のミライフェスタステージで、つくばみらいほのぼの音楽隊とキッズストリートダンスによる歌とダンスのパフォーマンスをします。一緒に歌ってくれる方、一緒に踊ってくれる方大募集。家族、友達同士、一人、団体でも OK。 みんなで一緒に出ませんか。グループ名、参加人数、代表者氏名、年齢、電話、ファックス、メールを明記の上、ファックスまたはメールにてご覧の宛先までご応募ください。ということで、もうエンディングの時間でございます。早いですね。早いね。短い。ね、もう久々のイバキル TV、まあ、私もですけど、うん、どうでした？楽しかったですね。もうこのスタジオもね、すごい懐かしかったですし、まあ久しぶりに来てこんなに気持ち悪い、なんかこのモヤモヤで終わるのかっていうね、冷やし中華のせいで。おかしいね。まあ美味しかったですよ、うん、でもすごく私楽しく、うん、楽しかった。いや、ね、うん、こうどういう風にやっぱり番組作りがされてるのかって、やっぱりこう、はい、私ってすごく気になってたんですけど、うん、本当にね、スタッフさん皆さん優秀な方ばかりで、本当にもう素晴らしいです。いや、ごますりタイムに入りました。いや、もうね、もうこれからが楽しみで仕方がないですね。で、はい、次次回は来週ですね、はい、うん、七咲ちゃんというもともと下妻で、はい、トリキアというですね、あのゴスドリのね、そう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 、ユニットを組んでいた、組んでいて、今はまあソロで活動をしてるんですけれども、はい、まあ、かっこいい路線ですよね。そう、あのガーターベルト、すごいセクシーなんですけど、ちょっとかっこよくて、美しい女性です。美しい女性で、うん、お昼のね、時間からちょっとあの、うん、刺激的なお昼が
もしかしたら見えるかも、うん、堪能できるかもしれないのでね、はい、皆さん来週もぜひぜひ楽しみにしていてくださいと、はい、ということで皆さんまた来週もぜひ見てくださいね、はい、それではまたね、バイバイ。